皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。水曜日、に8枚目のシングル、ヒッチハイカーをリリースしたグローバルボーイズグループ上腕にインタビュー。収録曲の魅力や、ヒッチハイクしていたら乗せたいメンバー、乗せたくないメンバーについて聞きました。画像36枚、上腕メンバーの、ヒッチハイクしていたら乗せたいメンバー、投票や連載トップバッターを決める、くじ引き、 の様子を写真で見る上18枚目のシングル「ヒッチハイカー」「白い悪気」「リード曲」「ラブシーカー」は勝手に体が動いてしまう楽しい振り付け5月29日にリリースされた 8TH シングル「ヒッチハイカー」収録されている楽曲の魅力を聞きました白井は僕たちの8枚目のシングル「ヒッチハイカー」は どこかににある愛を探すす旅路がテーマになっていますリード曲の「ラブシーカー」はソウルファンクがベースのリズミカルな楽曲でサビにラブをたくさん連発します。勝手に体が動いてしまうような楽しい振り付けと楽曲になっています。夜なしろメンバーが楽器を演奏するシーンや曲全体にハートが散りばめられた振り付けなど見どころ満載のミュージックビデオも公開されているので。 ぜひチェックしてみてみくださいヒッチハイクしていたら乗せたいメンバーは佐藤敬吾まさかの支持率ゼロシングル名のヒッチハイカーにかけてヒッチハイクしていたら乗せたいメンバー乗せたくないメンバーを決めてもらいましたまず乗せたいメンバーを選んでもらおうとすると佐藤ゼロですけどよなしろおいそれ言ったことによって自分が選ばれるぞ乗せたくないに 佐藤慶吾さんが「乗せたいメンバーはいない」と挑発的な発言で口火を切ると河野純喜さんがまさかのアピール河野ヒッチハイクしたことあります一同え川西プラスにならん何もプラスにならんよ河野一応言っておこうかなと思って笑気を取り直してヒッチハイクしていたら乗せたいメンバーを選んでもらうと次のような結果になりました 白岩、二票、木又、与那城が投票。与那城、二票、豆原、河野が投票。豆原、二票、川西、川尻が投票。金城、一票、白岩が投票。木又、一票、佐藤が投票。川西、一票、金城が投票。鶴坊一票、大平が投票。大平、一票、鶴坊が投票。 佐藤、本で俺、ほんまにゼロ回、メンバー爆笑、与那城、さっき変なこと言ったから、投票前の一言が佐藤さんの運命を大きく左右したようです。白岩さん、与那城さん、豆原さんが2票ずつで並んだため、本人と3人を選んだ人以外の佐藤さん、金城さん、大平さん、鶴房さんで決戦投票。その結果、佐藤ささん、ん、大平さん 金城さんが白岩さんを選びヒッチハイクしていたら乗せたい上腕メンバーは白岩さんに決定しました白岩さんは大きくガッツポーズ鶴坊さんは豆原さんに投票しました木又翔や白岩るきを選んだ理由はおしゃべりなので白岩るきが選ばれた理由白岩さんを選んだ理由を木又さんに聞いてみると木又僕がおしゃべりで白岩 るきくんもおしゃべりなんでねぶたくならないなってドライブ行ったときに結構喋しゃべってくれてよなしろでもどっちもおしゃべりだった場合どっちも聞く側に回らないってことでしょきまたそれはおしゃべりってつまり聞けるし話せるってことなんですよキャッチボールができるつまり説明しようそういうことなんですよよなしろこいつ説明下手なんですよこうの 話すの下手だ。佐藤、人と通行じゃなかったんだ。聞いてくれるんだ。木又、実は聞いてくれる。実はね、金城壁会白岩るきが隣にいたら、かっこいい顔に酔いしれそう。ヒッチハイクしていたら乗せたいメンバーに選ばれた白岩さんが選んだのは、金城さん。実は、白岩さんが金城さんを選んだとき、河野さんが小声で、絶対いないわ。 とつぶやいていたのですが、これについて金城さんが河野さんに猛抗議。金城、白井はルキ君が俺を選んだ時にそれはないわ。で、なんやねん。ずーっとモヤモヤしてた。笑。白井はさんは金城さんを選んだ理由について、白井大平、幸男と木又、翔也とドライブに行ったんですよ。その時に金城、壁会からも連絡があったんです。 だけどその時来られなくてリベンジっていう意味で連れて行きたいなと思いました「金城」「行きたい」「マジで行きたい」「白井は」なのに俺を指してなかったからやめますすると今度は川西さんを選んだ金城さんが必死の弁解近所金城」「聞いて聞いてヒッチハイクする側でしょ」「拾う側」ってなると川西「たくみくんバギーノイズ」出てましたよね 川西マジーノイズです金城それでバギーのやつとかやってたから河野関係なくね夜なしろ多分車が壊れたとき因で川西なんで俺が直さなあかんねんメンバー爆笑近所金城もう一つあって白井はるきくんと迷ってたんですよるき君は勝手に僕個人的になんですけど 車乗ってるときに窓絶対開けるやんか。窓開けて腕組んで進みながら外を眺めてる姿がすごいいいなと思ってて。自分が乗せているときにかっこいい顔を見ていたら酔いしれそうで。木また前向いてください夜なしろ酔いしれそうじゃなくて白岩はただ車に酔ってるだけわら。車酔いで窓の外見てるだけだから。 何もかっこよくないから、近所をそういうことか、白井は、俺の傷に絆創膏をこう貼ってくれてありがとう、笑ヒッチハイクしていたら乗せたくない人は満場一致。で佐藤敬吾に、乗せたくないメンバーは、念のためヒッチハイクで乗せたくないメンバーも聞いてみると、本人以外、全員一致の空気感で佐藤さんに。佐藤、俺しかいないでしょ、ゼロやからな。 なんで、冒頭の挑発が響いた、結果になりました。上腕メンバー11人リレー連載トップバッターは当日が誕生日の豆原和成。上腕のメンバー11人がリレー形式で、好き、を熱く熱く語り尽くす、上腕のマイ無限大ラブ、が本日5月30日からスタートします。11人で、9時、を引いてトップバッターを決めました。 くじは一斉に開いて確認しようとリーダーのよなしろさんが声をかけたにもかかわらず。佐藤、くじを開いて、俺、ちゃうな。よなしろ、おい、テレビ初めてか。せーので行くんだよ。佐藤さんが自由すぎるフライング。その後、よなしろさんの、せーのの声に合わせて全員くじを開くと豆原さんのくじに、トップバッターをお願いします。の文字が、豆原、おーおお。 しちゃんでした何について話すんですか?」。「はら僕は好きな胸トレーニングを」。「メンバー爆笑河野好きな胸だけ」。「はら胸トレ種目を」。「川西特化しすぎ」「佐藤トップバッター胸」「川尻見てくれるかな」。「メンバーからはテーマがマニアックすぎる」とツッコミが殺到。はさんは なんと記事公開当日が22歳のお誕生日というおまけ付きでした。夜なしろ。ということで、皆さんお楽しみに。撮影島田香織上腕 8TH シングル、ヒッチハイカー、2024年5月29日発売、通常版、1ラブシーカー2テストドライブ3レモンキャンディ4アクア。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。